はい、どうも、ノベルタギャラリーでございます。今日も早速やっていきたいと思います。ということでですね、今回やっていくのなんですけども、絵が上手くなるならですね、現実ではありえない組み合わせをすることが、絵が上手くなるヒントがめちゃくちゃ隠れてるので、ぜひよかったら今回の動画最後まで見てみてください。そしてですね、ぜひ参考にしていただけると嬉しいなと思います。では、スタートいたします。はい、始まりましたけども、今回はですね、現実じゃありえない組み合わせが実は絵が上手くなるヒントが隠れてるということで、まあどういうことかというと、まあ僕の世界を見ていただけると、まあ分かるっていうか、もうそれが答えっちゃ答えなんですけども、じゃあ例えばね、まあ僕はよくね、お花を描いてるとか YouTube を解説してからずっとお花を描き続けてるんですけども、まあ僕が描くお花って、まあ例えばこうやってですね、まあお花を描くんですけども、こうやって、まあ簡単に描けますよ。こうやってお花を描いて、でこのお花の中に、まあこういう形でですね、目みたいなのを入れるんだよね。で僕の中では、まあこれってもうお花の一部なので、まあ目ではないんですけども、これって現実ではありえない組み合わせじゃないですか。まあ、実際に今の組み合わせで言ったら、お花と目っていうですね、まあこの組み合わせ、もしかしたら世界でまだ見たことないけども、お花に目がついてるのがあるかもしれないじゃないですか。わかんないからね。そういうのを想像することが、実は絵が上手くなるヒントってめちゃくちゃ隠れてまして、例えば、まあ、近くに何かあるものでもいいなと思ってるんですけど、何かありますかね。まあそうだな、例えば、まあ今ねパッと出てきたのが時計とかね、時計がこうやってですね、まあ3時でいいのかな、まあ時間がこうやってですね、まあ時計がありますと。でこの時計に対して、まあ、またお花になってくるんだけども、まあ、こうやって茎を生やしてあげるとか、あとは花びらでもいいんだよね。まあ、実際僕はですね、基本丸い形を見たら花びらを生やしがちになるんですけども、もうこれは僕のない頭の中でルールができてしまってるので、もう悩むことなくもう進んでいく、もうどうしてもね、もう癖になってるので、もうこれはね、僕の中でのルールなんですけど、まあ違うもので言うと、例えば手をかきまして、何でもいいですよ。手を書いて、で違うもの、現実世界で違うものといえば、ダメだ、やっぱ僕ね、自分の世界にですね、もうどっぷりね、染み込んでしまってですね、今何を描こうと思ったかというと、まあ例えばこれ手あるじゃないですか。で、まあ、手がこうやってあった場合に、まあこうやってね、手があった場合に、僕ね、爪描こうかなと思ったんだけども、爪って普通に人についてるから、じゃあこの爪をどうしようかって言った時に、こっからね、またね、お花を生やすみたいなね、考えに至っちゃったね、こうやって絵を描く、これが僕の世界なんですよ。全部からこうやってですね、茎を伸ばして、で葉っぱを生やして、でこれがやっぱり多分ね、僕がその上手くなったねとか言われるね、一つなのかなと思いますし、自分の世界を確立するですね、めちゃくちゃいいヒントだと思っております。でこれを例えば地面に生やすとか、まあ地面から手が出てる、これもですね、またね、一つの組み合わせかなと思いますね。地面と手とか、あとはまあ手とお花とか、まあ全然ね、違うものを組み合わせるっていうことができるかなと思います。まあ基本普通に現実世界であり得るものって言ったら、まあ、手とお花って聞くと、まあ、手でこうやってですね、お花をですね、持ってるとか、花束を持ってるとか、そういうイメージはつきやすいんですけども、じゃあ例えばね、手からね、爪にね、爪から花が生えてるとか、そういう世界って現実でほぼほぼないじゃないですか。もう CG とか、そういう世界になってくると思うんですけども、まあなんか CG に近いかもしれないですね。映画の世界とか現実ではないですけども、そういうフィクションみたいな、そういうのが実は絵のない世界でも生きてくるのかなと思っております。なので、まあ以前ね、結構前に固定概念を捨てろって言った話にもちょっとね、直結してくるのかもしれないんですけども、まあ太陽とかが、じゃあ例えば太陽がこうやってありますと、でこの太陽って、まあ現実世界ではみんな見てるものって1個、そして月があったらまあ2個みたいなね、まあそういうのがあるかもしれないんですけども、これをたくさん描いてもいいわけじゃないですか。太陽いくら描いてもね、太陽プラス数みたいな、そう、
これって、まあ、あの現実世界ではない組み合わせなんだよね。まあ、星だったらね、たくさんあるけども、太陽って一つみたいなところあるじゃないですか。でそういうのを増やすだけでもある意味組み合わせかなと思いますし、まあ、あとはね、もうどうしても僕はね、お花にね、あのもう直結してしまうっていうのがあるので、もうあの狂ってしまうんですけども、まあ、例えばね、今水筒がねちょっと横にあるんですけど、まあ、こういう水筒がありましたと。でこういう水筒を見てもこっからお花生やしたりとか、まあ、これだったら別に花瓶みたいなことで一緒なのでいいんですけども、逆に下からも花をですね生やして、むしろこの水筒が花のですね間にあるようなイメージで、またこの横からも花を生やしてとかで、そういうのを作っていくと、この水筒がですね水筒じゃなくなってくるんだよね。でこうやってお花をですね描いたりとかするとか、例えばここから太陽を出したりとか、別に車でもいいんですよ。車を描いたりとか、あとはここからですね人間の顔を描いたりとか全然 OK で、むしろ鼻の部分を人間の顔にしてあげて、でそれでまあ人間が鼻に吊るされてるとかいう、ちょっとね意味を持たせるようなアートの世界っていうのは結構面白いかなと思っております。今さ、こうやってパッパって描いただけでもう簡単にさ自分の世界って確立されてきてませんか？これがいわゆる絵を楽しむ、そしてですね、まあ、自分の世界を作っていく、そして絵が上手くなるヒントがめちゃくちゃ入ってるっていうのは、まあ、そういうところかなと思いますね。僕自身も最初からですねこれができたわけではなくて、何かを描こうと思って、その中で僕はお花だったっていうのがあって、でそのお花を永遠に描き続けたら、そのお花をどうすれば、まあね、皆さんと一緒に世界を盛り上げていけるかみたいな、自分の世界を作り上げるかっていうのを考えていったら、いろんな組み合わせをするっていうことが人とは違うことになってきて、でその人と違うことをするとね、まあ、やっぱり答えがないので、その答えは自分の中にあると。でそのルールを決めるとよりですね面白いなと思いますし、まあ、さっき言った通り手を描いてしまって、どうしても僕はお花を描き続けたことによってですね、ここからお花を生やしたりとか、もしかしたら皆さんにとってですね、まあこの手首に茎をね、どんどんね、あの茎がこうやってですね、もう手のね、ここを巻いてるようなイラストがね、完成したりとか、そういうのもできると思いますしね。で、あとはこの地面を普通にこうやって描くんではなくて、お花みたいなのをね、たくさん描いてあげるとか、それで地面を表すとか、そういうのもできるから、そういう形でですね、まあ、いろんな組み合わせ、現実ではありえないような組み合わせをすることが、まさに絵が上手くなるヒント、それはここに入ってるかなと思います。まあこれね、パッとこうやって今ね説明した状態で皆さんがじゃあね OK 分かりましたって言えるかって言ったら多分言えないんですよ。まあ最初はちょっと追いつかないと思います。頭の中がこれとこの組み合わせいいのかな、あるかなみたいなね感覚になるかもしれないんですけども、一回書いてみるといいかもしれないなと思っております。まあ何でもいいんですけど、自分で思いつかなかったら、例えば友達にですね、2人違う別々の友達にあの好きなもの1つ答えてって言って、まあに答えてもらって、もう1人の友達も同じことを聞いて、で答え言われたらね、その2つを組み合わせて絵を描いてみたりとか、別に1人でもいいんだけどね、1人に好きなもの2つ答えてって言って、その2つをまあ組み合わせて描くでもいいのかなと思いますね。でそれをどん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 ね数を増やしていくと、それだけ世界が広がって何通りにもなってくるので、それをするだけで簡単にマジで自分の世界は作り上げれます。で絵が上手くなるかならないかって言われたら、この世界を描いたからって上手くなってるかって言ったらなってないかもしれないんですけども、上手くなるっていう基準が結構やっぱ人によってバラバラなので、まあ、僕自身が絵が上手くなるかどうかっていうのは結構まあ自分は上手くなりたいっていう気持ちは確かにあるんだけども、自分ではその上手くなるっていうか上手くなったなっていう、その何て言うんですか、レベルっていうのは分かりにくいかなと思いますし、やっぱり自分を通して絵の世界を通してですね、まあ他の方から見ていただいた方から、まあ、うまいねとか言われることで、あ自分って絵が上手くなったんだなって気づいたりとかするのかなと思いますので、自分では測れないものが、まあ、絵が上手くなるっていうところにあるのかなと思いますね。そうすると結構ね自分のその今までの悩みが一つなくなってくるのかなと思いますので、ぜひ自分の世界にですね取り入れて、そして絵が上手くなるっていうことをあまり考えすぎずに、まあまあ、そのヒントとしては、まあ現実世界ではありえないものの組み合わせがですね、絵が上手くなるヒントが隠れてると思っていただければいいかなと思っております。まあ、今回ね、パッとこれ描いたじゃないですか。これも今回皆さんにね、まとめて、自分なりに描いてもいいですよ。もう皆さんが、もう真似してね、これ下書きと思って、皆さんもですね、同じように描いていただいて、まあ、時計も描いて、茎も描いて、ね、地面に花生やしてとか、で、手からですね、こうやってお花生やしてとか、していただいてもいいかなと思いますね。で、そういうのをしていただければ、なんとなく、
やっぱ書いてみると分かるんですよね。僕と頭がですね、ある意味絵を通してですね、まあ、つながるっていうわけではないかもしれないけども、ちょっとでもね、僕が書いてる感覚をですね、学んでいただければ、まあ、僕がやりたいこと、そして皆さんが僕の作品を見て好きになってくれた部分っていうのは、ある程度ですね、ちょっとね、まあ、イメージしやすいのかなと思いますので、ぜひですね、今回のね、この、まあ、動画で使ったこの下書きをですね、もう皆さんに、もうぜひですね、やってほしいなと思いますね。ぜひこの動画をですね、ストップしていただいて、こちらですね、この下書きを見て描いていただけると嬉しいなと思っております。ぜひね、よかったらやってみてください。ということでですね、今回はね、このような形でですね、まあ、現実世界ではね、ありえない組み合わせをすることが、実は絵が上手くなるヒントが隠れてるよっていうお話でございました。まあ、まだまだね、絵が上手くなるのはですね、僕も成長段階ですし、もしかしたらね、一生ですね、まあ、悩み続けるというか、まあ、解決しない問題なのかなと思いますけども、まあ、自分を、まあ、描きたいもの、もうそれをですね、一つ自分の軸に置いていただいて、そして自分の世界をもう描きたいもので埋め尽くす。そしたら気づいた時に自分の作品を好きな人が周りにいてくれると僕は思っていますので、ぜひ自分が思うように描いてみていただけるといいんじゃないかなと思っております。ということで今日この辺で終わりたいと思いますけども、皆さんとまた明日以降の最高のアートの世界でお会いしたいと思います。明日はどんなアートになるのか僕にもわからない。そして皆さんにもわからない。だから一緒に確かめていきましょう。ぜひよかったら皆さんこちらのですね、今回動画で使ったこちらの絵をですね、自分なりにアレンジして描いてみていただけると嬉しいなと思います。で、皆さんまた明日の動画でお会いしましょう。一緒に絵を上手くなりましょう。バイバイ。ありがとうございました。Thank you です。バイバイ。